江崎道夫の備忘録、またこの時間がやってまいりました。本日も評論家江崎道夫先生とともにお送りをいたします。先生どうぞよろしくお願いいたします。実はこの放送がありまして、4日後ですかね、12月の15日と16日に山口と東京で、安倍総理と、ロシアのプーチン大統領が、会談をされるということもありまして、今回のタイトルコールがですね、北方領土、ここが、交渉のポイントというところで、江崎道夫先生とともにお送りをしたいと思いますが、先生まずこの、安倍プーチン会談をどう見るかということで、はい、なんか2点ほど、安倍総理がこれをおっしゃるかどうかというところを気にしてらっしゃるというところがあるそうなんですが、はい、これね、栗山先生たちも含めて地政学なんかでも常識の話なんですが、やっぱり交渉をするにあたっては金が、と鉄と紙、があって、要するに経済力から軍事力、あと紙っていうのは国際法とか、歴史認識とか、さまざまな外交の技術の問題なんですけど、3つあって、で基本的なことで言えば、この今回 の、領土問題っていうのは、そもそも、ヤルタ密約で、要するに勝手に不法に旧ソ連がですね、日本の領土を占拠してきたという歴史的な経緯と、その日本がせ、あの、まあ、戦争、日本が戦争にポツダム宣言を受け入れた後も、旧ソ連はですね、軍事攻撃を続けて、シュムシュ島の戦いとかですね、シュムシュ島の戦いと、あと南カラフトから千島もそうなんですが、カラフトと千島両方でですね、多分そのソ連軍による攻撃で殺された一般のアメリカ、日本国民約40万人と言われてるんですよ。でそれ以外に結局シベリア抑留で、多分これ、数はいろいろあるんですが、多分100万人ぐらい、連れ去られて、40万人ぐらいが殺されていると言われている。そういうこと、千島、それから樺太、満州とですね、はい、そうです。だからそういうことを考えると、その、南樺太と千島の一般市民40万人だけでも原爆の倍なんですね。その広島原爆の倍の人たちが殺されて、殺したそのロシア、ソ連、つまり今ロシアですよね、がそれに対して何の保証もせず、何の謝罪もせず、いうような形のことで、当然そういうことについてはやっぱ徹底的に日本としては言わなきゃいけないし、戦後レジームの脱却っていうことで言えば、いやそれ言ったら日露関係悪くなるんじゃないか、いやそういう話じゃなくて、国家として言わなきゃいけないことなわけですよね。でそれをこうきちんと言うという話で、そういうことで当然ロシア側には負い目があるんだから、その負い目に対してどこまで譲歩するのかっていうことをまず言わなきゃいけない、筋目を通さなきゃいけない、筋目を通すっていう、これ本当に基本の話であり、歴史認識のことを安倍政権は大事にしてるわけですから、そこをきちんとやっぱりやらなきゃいけない、でもう一つはやっぱりこれ、もう新聞報道出てますが、もう北方領土を今ずっと結局プーチンになって軍事基地化していってるわけですね、でこれに対して、もう何度も言っていますが、正論だったかな、もう何かにも書いたことあるんですが、その東南アジアのある軍人さんがですね、本当に北方領土日本を返還してもらいたいと思うなら、根室に戦略爆撃基地を作って、いつでも、ロシアの軍事基地やいうところを爆撃できるぞというふうにしてプレッシャーをかけて、初めて五分の交渉になる、その軍事的プレゼンスを北海道に強化しない、その戦車でダメなんですよ、やっぱ戦略爆撃、もしくはミサイルとか、ミサイル基地を置いてそこまでやるということでの鉄と紙を準備した上で、経済、金の話をしていくというふうにして、初めてまともな独立国家としての軍事交渉になるわけですよね。で、軍事に関してはやっぱり憲法9条も含めた縛りがあるので、なかなか厳しいと思いますが、歴史認識の問題に関しては、だってね、日本共産党様だって、そういうことを言ってくれてるわけだから、千島全部は日本領だって言ってますからね、いやそれは別に日露交渉をぶち壊せと言ってるんじゃなくて、いや相手の嫌がることを言ったら交渉がダメになるっていうのは日本人の感覚で、
他の国は嫌なものも全部出し合いながらどう取引するのかをやるのが普通の国の外交交渉で、日本的な感覚でいや相手が嫌がることを言わないなんていうのはありえないので、まあ、露骨な韓国っていう国もやりますけどね、はいはい、あれちょっと露骨すぎますからね、はい、で決してでっち上げではないんだし、あの原爆以上の犠牲者を出させて、もう彼らから覆ってるわけですから、そういうことをまず言う、でそういうことをこのテーブルに上げた上でそこをどうするんだよということの議論を抜きに、結局日露交渉を進めていくのは結果的に40万人殺された民間人が、もしくはあのシベリア抑留で100万人以上の人が強制連行された、こういうものを結局黙認したというふうに思われることになりかねない、という意味で僕は非常にそこはあの大きなポイントだよねと。いや安倍政権に対するハードル上げるなよっていうかもしれないけど、いや違うんです、安倍政権に期待しているから、他の政権だったらこんなこと言ったってどうせ関係ねえよっていう話なんだから、売国外交で、安倍政権はそういうことちゃんと分かってる国なんだから、政権なんだからそういうことを考えてもらいたいよね、ということで、ぜひともですね、あのいやもうみんななんかあのそういうこと言わないので、なんて言わないのかっていうぐらい、みんなね2党返還とか4党返還とかね、すいません私の番組でもそういうの言ってますけどもね、だから2党返還4党返還もそうなんだけど、その前提になるやっぱり軍事と歴史認識の問題に関して日本が筋を通すということについてやっぱりあの考えなきゃいけないのと、あとまあこれあの、まああのまあ、僕の専門になるわけですが、ソ連という国はあの日本が戦争に負けた後、あのコミンフォルムの 北海道特別局っていうのを作って、あの要するにコミンテルの後継組織がコミンフォルムっていうんですが、そのコミンフォルムの北海道特別局を作って、北海道をあの要するに間接侵略して、北海道全体を取ろうという謀略をずっとやってきたんですね。でそういう形で結局北海道の浸透工作をやってきて、それとの戦いを日本はずっとやってきてるわけです。まあ、それこそあの北海道も取って、最終的に第二次世界大戦の結果で北日本と南日本に分割したい、ところがあの千島のですね、シムシ島の戦いであの日本軍が前線をしていた、樋口対岸の中将ですね、ということがあって結局北海道に攻められなかった、だから結果的に北海道は日本領でとどまって、南日本と北日本みたいな、そういう国家の南北分割みたいなことがされなかったという話だし、あの朝鮮戦争、まあ、要するにの時も実はあの朝鮮戦争が起こって、まあ、あのアメリカ占領軍たちがですね、まあ、朝鮮半島で戦っていて、日本が空になったという状況の中で、もしあそこでソ連が北海道を侵攻した場合は、もう北海道はもう放棄すると、で防衛ラインをですね、宮城まで引くと言ってたんですよ、仙台。ってことは仙台よりいやあの要するに湯北っていうのは、もうソ連領になっても仕方ないというぐらい、あのソ連によるその 北海道、あの侵攻浸透工作というのが進んでいた、そこまで完成侵略でやられまくっていたのをひっくり返すために、戦後日本のこの、要するにまああの自衛隊やそのこうあの要するにインテリジェンス部門のメンバーがどれだけ努力してきたのか、まあ、カウンターインテリジェンスカウンターインテリジェンスという状況で押し返してきてるわけだから、あのそういう中 です、ね、まさか鉄道を引いてですよ北海道まで、とかあの経済交流で北海道も、ね、経済投資していいですよみたいな形で、また間接浸透を許すようなことは僕はしないと思うんですが、あのそういう基本的なこのインテリジェンスにおける戦後のですね、北海道を巡る戦いというのを踏まえて、あのこの日露交渉を僕はやらなきゃいけないと思うんですが、なぜかあのこの木村先生とかですね、木村博先生、博先生とか、そういうごく一部の専門家以外はそのことを言わないんですよね、こう言わないっていうのは何なんだろうと。経済協力、はい、一辺倒、一辺倒っていう話で非常に僕は怖いなと思うし、でそもそもこのあのプーチンが安倍政権と、まあ、いろんな事業、まあ、あれがあるんですが、もちろん経済的に厳しいということで、お金欲しいって問題もあるんですが、今ロシアが経済制裁を受けているとですね、はい、経済制裁を結局受けて、まあ、西側から経済制裁を受けている中で非常に厳しい状況にあると
いう状況の中でその西側の経済制裁を突破するために安倍政権を取り込もうという形でプーチンは安倍さんのところにまあ結局近寄ってきたという経緯があったんですが、これはオバマ・ヒラリーはそうだった、とりわけオバマの後期はですね、でもヒラリーじゃなくなってトランプになったら、トランプは結局プーチンとでも話し合いながら中東和平も含めたことをやるという方向に転換している以上は、もう安倍さんを取り込まなくたって、その西側分断工作をやらなくて済むようになったと、ヨーロッパの動きとアメリカの動きが連携していた、それがまあ今回はトランプさんになったので、そこでまあ切ることができる、できたという話なので、決してなんていうかな、この今はもうプーチンとしては安倍さんをどうしても取り込まなきゃいけない理由はない、というのが今の実情なので、これは別に安倍さんのやってる外交が失敗だとか反対、成功だじゃなくて、そういう国際情勢の中で安倍さんはその確実に手を打ってはきているし、実際に僕はあの、8月に北方領土ずっと根室から稚内、からずっと回りましたけど、地元の皆さんはとにかく日露関係がいいと漁民、自分たち漁業活動はロシアから妨害されず打砲されず、ちゃんと漁をできると。だって場合によっては銃撃もされますからね。銃撃されるから、だからそういうだから日露関係安定していれば自分たち安心して漁もできるし、いろんな経済活動ができるという意味で、安倍政権が一生懸命プーチンと話し合おうとしてくれることで、自分たち国境の住民の、生活安全を守ろうとしていると。僕はだから自分は安倍さんのやってることは賛成だと、みんな言って、僕は会ってる人みんな言ってました、まあ、そういうことを安倍政権の中で離島対策もね、やってくれてる、やってますね、だからそういう意味で僕は日露交渉を大いにやるべきだし、プーチンと仲いいふりをする、国益という観点でね、そういうことは僕は大事だと思うんですが、そのふりをするにあたっても、やっぱり本当に日露交渉を実のあるものにしようと思えば、鉄と紙、つまり軍事と歴史認識の問題に関しても筋を通すように、安倍政権をどう後押しするのかということとともに、安倍さんにもそういうことを考えてもらいたいよねと、当然考えてらっしゃると思うんですが、残念ながら外務省とかとしかやれないので、外務省にそれだけの力がないのか、そういう発想がないのかよくわからないんですが、いう状況だと。だから僕としては北方領土が帰ってくる帰ってこないというよりは、日本が本当にプリンシプル、原則、原則を持った独立国家としての外交をきちんとやれるかどうかというところを、やっぱ国際社会はみんな見てるので、そういう外交は対露交渉という外交渉を、安倍さん主導でですね、僕は立て直していただきたいなと、いうふうに思いますし、これ北方領土返還するしないの話だけにやってですね、で多分これうまくいかなければ、空見たことかって言って安倍叩きをメディアはするに決まってるわけで、そういう話じゃないんですよね、本当はね、本当は全然そういう話じゃないと思うんです、もうであと、僕はこれ北方領土交渉始まった時から言って、一回知ってるんですが、多分プーチンさんは北方領土返還、二島返還をするというふうに約束するかもしれない、ただし経済交渉の進展に伴いというふうにして、実際に北方領土返還をするのは、例えばね、1億年後とかね、地球が滅亡してるかもしれないですね。いや、ロシアはもうソ連、ロシアっていう国との歴史を、外交交渉を見てれば、一貫してあの国は軍事力のテコがない限りは、口だけの約束だったら守らない国なので、で守る気がないので、軍事の裏付けがあって初めて交渉は成り立つと思っている力の信奉者なので、やっぱりあれですね、プーチンさんと安倍さんがフレンドフレンドと言ってですね、握手をしている中で、実は足元では蹴り合いをしているとですね、外交というのは普通そういうものでありまして、だからその例えば軍のプレゼンスがあると、それによってやはり外交というのは、それでようやく五分に立ってですね、やっていけると。だから表面上はうまくいっていると。だから日露の交渉は進展していますと。日本とロシアとは良好な関係ですって言ったって、やっぱり水面下では
こういろんなストラグルというかですね、はい、いろんなものがあるわけでして、もううがった見方をするとですね、それこそ中国が尖閣諸島を狙っていると、はい、まことしやかに言われていると、はい、でしかも中国航線が多く出てくると、はい、でそれに日本は自衛隊を振り向けなくてはならない、はい、北海道は手薄になると、はい、なんかどっかで聞いたようなシナリオになってないですか、はい、と。だってそうです、うん、あれ中国とロシアって仲良しでしたっけみたいなね、はいはい、で実際にね、中国とロシアは結局上海協力機構で、うん、軍事同盟を結んでいるわけで、もちろん仮想敵国は、うん、まあ、イスラムのテロリスト集団なわけで、うん、別にその日本とかいう話ではないわけですが、まあ、彼ら例えばロシアはロシアで国内にイスラムの過激が抱えてますし、はいはい、中国は中国でね、はい、ウイグルとかの独立運動を抱えてますから、はい、まあ、それに対応するっていうのは分かるんですけどもね、はい、でも実際のところはね、はい、あらっていうようなこともあるわけ で、はい、でこれはまあやっぱり、ね、防衛予算が5兆円内外の金額ですと、それは当然ない、まあ、兵隊は当然振り向けていけばいなくなるわけですが、そこで出るのが防衛予算10兆円という話で、また出ましたというですね、はい、いや、だから僕は鈴木宗男先生ですね、北方領土返還交渉を一生懸命されていただいているので、はい、うん、ぜひともですね、鈴木宗男先生のですね、うん、選挙区において、ここで、ね、そうそう、鈴木宗男吠えるとこれ、はい、15日なんですけど、選挙区においてですね、戦略爆撃基地をですね、うん、作ってもらって北方領土返還を頑張ろうと、うん、いうふうに宗男先生動いてくださらないのかなって、うん、これは佐藤雅子先生とかね、まあ、今から4週間前のこれエコノミストですけども、はい、その中にこう鈴木宗男が吠えるということですね、はい、こう言って、まあ、2島返還ということで、はい、プラスアルファということをおっしゃったりとか、あるいは佐藤勝先生もですね、こう関東圏のところにですね、はい、こう佐藤先生のお名前がこう、ね、二島返還の話があったとしますけども、まあ鈴木宗男先生ね、今公民権停止されてますけども、もともとは根室が、あの辺が選挙区でありますので、で歯舞群島って実は根室市の所管なんですよ、あれね、その市区町村制でいきますとね、はい、ですので、まあ、選挙区であるということもありまして、はい、自分の選挙区にロシアが不法占拠してると、はい、なんとかしなきゃいけない、はい、どうするか、戦略爆撃、うん、いう形でね、うんうん、やるって なぜかこの、ね、鈴木宗男先生や佐藤先生は、うん、この歴史認識と、ね、うん、鉄と、ね、うん、紙の話はしないんですよね、うん、金の話とかね、金の話だけする、うんうん、いやよく分かりやすいなと思いますけどね、本当に分かりやすいなとやっぱりまあ、ね、チャンネルクララなんですけど、ね、何を言ったかっていうのもあるんですけど、うん、何を言わないのかっていうのも実は大きなポイントで、うん、鉄と金の話、鉄と紙の話を一切しないと、うんうん、見事なほどに、はい、ね、やっぱりそれがやっぱりそもそものやっぱりこのやっぱり今の日露交渉のおかしさという問題だと、で普通の国の外交やインテリジェンスの人はそういうふうに見てるので、うん、そう、新聞とか雑誌で何が書いてあるかは素人でも分かります、はい、何が書いてないか、はい、これは事情が分かってないともちろん分からないわけで、はい、どうもその例えば中国とか北朝鮮とか情報がクローズドになっているところですと、はい、本来出てくるべき名前がない、例えば北朝鮮でね、チャン・ソンテクさんという、はいはい、金正恩さんの、まあ、おじさんにあたる方の名前がなくなっていたと聞いて、気がついたらどうも粛清されたなんていうね、はい、誰かの名前が必ずはずはずと、例えば金正恩のおじさんですよ、ああいう 金体制の中で、うん、まあ、結構重鎮ですし中国との関係の太いパイプを持っている人間の名前がない、労働新聞にない、うん、何かあった、うん、っていうふうにまあ見ていくということで話せば、一番肌も話が分かりやすいと思いますけども、そうやって、ね、我々は情報を見るわけで、新聞報道の中からもそういうの見えますよね、それはね、はい、本来書いてあるものがない、はい、おかしい、うん、じゃあそれこそ私なんかも二島返還論とかいろんなこう話をですね、こう田沼隆先生と番組やってますけども、表に出た事象で話をしてますが、はい、実際のところはもちろんそう書いてない事柄についてももちろんピックアップしてますが、まあ、このチャンネルくらいはですね、面白おかしく伝える部分も中にはありますので、はいはい、もう本当に絶望的な話ばっかりなんですよ。なのでもう若干ちょっとそういうふうなですね話をせざるを得ないと、はい、ただその中でも、まあ、今安倍政権一生懸命頑張ってます。別に安倍首相慢性って話じゃありません、国益として考えてますので、まあ、それはもうそれこそ最近のですね、陛下のご上位の話だってそうですよ、はい、ね、お隣の国の韓国の話もそうですけど、はい、もういろいろあるんですよ、はい、もう問題山積みです、はい、
ですけども、そこでまあ我々がですね、どういうふうな情報を得て、はい、どういうふうに選択をしていくかと、はい、これがまあ重要であるという、はい、ことですね。はい、で原則論で言えば、とにかく、うん、鉄と紙の話を、はい、日露交渉の中で、ね、なぜしない、うん、ね、また本当にするのかどうなのか、うん、というところをですね、ちゃんと見ながら、はい、やっぱりその安倍この日露交渉の進展というのを見ていくという意味で、うん、2党か4党か、うん、ね、あと経済協力かどうかという問題ももちろん大きな問題なんですが、はい、それ以外にもその我々が着目しなきゃいけない点があるんだということは、うん、まあ、クララであれば分かっていただけると思いますので、うん、ぜひともそういう目で、うん、見た上で日露交渉の実際のやつについてそれを受けて、はい、どういうふうに我々見るのかということについてまたお話をしたいと思います。うん、まあ、それこそ皆さんご覧になるときにチャンネルがいろいろ持ってチャンネルというふうな言い方するのかな、いろいろなその交渉の窓口というのはいろいろあります。軍事であり経済でありですね、もうそれこそいろんな本当にチャンネルがあって、2党返還とか4党返還って言ってる、それも一つ、経済協力も一つ、軍事も一つ、それからこういう歴史認識もそうっていう、全部こうチャンネルがいろいろあって、それを総合的に使っていくと、うん、それがやっぱり総合力での普通の外交というものでありますので、はい、まあ、一方的に金だけ出しますとか領土返しますとか、はい、まあ、そういう話は実はないっていうですね、はい、まあ、そういうようなお話かと思います。はい、で、実はですね、これ12月の11日に、アップされるものなんですけれども、その翌週のですね、18日には、安倍首相とプーチン大統領の会談を受けた形の、収録といいますか放送を予定しておりますので、はいはい、そちらもぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、先生、今日もどうもありがとうございました。はい。